たして31日開幕の全米オープンに錦織選手は出場することはできるのでしょうか。そして日本でも感染拡大は続いています。東京都は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに260人確認されたと発表しました。1日の感染確認が200人を超えるのは5日連続です。そのうち20代が84人。Yeah.
左方向へ今治小松自動車道入り口へ。7.8km 先、このまま県道154号を進め。それから島の下のモーテルに行った。1.8km 先、国道196号の左方向へ。
敵地、時は町41-19は左側です。白楽天今治本店に到着しました。Perfect.